なんか地域さんはもうみんなあれですよね。皆さんなんかもう出くわしたくないみたいなみんな言ってますよね。仲良くしたい。もう戦いたくない。でも結多分構リア遠いルらしいにから。同じアーマーって同じ武器で僕が10回戦って1回勝てるかなぐらいです。これ結構ガチなやつだと本当にそのレベルです。それだけの差があるプレデターとチンキーさんには。そんなすごいんだ。でもランドマーク逆やし。僕ら戦うことはないです。はあ、よかった。まあでもよかったって安心してても他のチームの皆さんも強い人ばっかりですよね。ついとばっかりやし、一つ言っておくと私毎回毎回大会のために地域さんと当たること多い。そこも神引きワンチャしちゃってるんですね。ワンチャンまた当たるかもしれない。取りに行く。どうだ。無理だー。うわー、どんまい。地域さんの勝ちだー。惜しい。どんまい。どんな気したそんな気。うわ、またゲフキだ。うぃー、もう終わってる。うわー、これやけどなんか勝ちそう。こんなフリポジだけど。うまっ。うまっ。しょうまるさんが。うわー、これツイッターに載せられるやつだ。見えた、私。うわすぎー。いやけど本当にランドマーク遠くてよかったな、チーキーさんのチームね。でもちゃんと右上行くといるんだな。いや俺もなんかツナさんがちょっと前に「あーチーキーさんだけ警戒だな」とか言ってて本当に出てきたから。うん、なんかそんな気したもん。いやでもツナちゃんのなんか質問の引き出し方がめっちゃうまくてインタビュー上手だなと思う。え、本当ですか。はい、よかった。できますよ、アナウンサー。すぐできる。滑舌の練習するか、まず。滑舌、早口言葉やります。うわ、無理。あ、やりたいです。無理。あ、なんかボブさんにぴったりのやつありますよ。え、あの、はい、僕ボブって5回言ってください。僕ボブ、僕ボブ。うわー、ちょっと待って、じゃあ待って、もう一回いきますね。いきますよ。僕ボブ、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 僕ボブ。おー、おーい。あ、そしたらブラジル人のミラクルビラ配り。ブラジル人のビラブラ、ビラビラなんかブラジル人のミラクルビラクラバリー。うわー、ちょっと難しいですね。ツナさん言ってて。ブラジル人のミラクルミラクルビラ配り。ブラジル人のミラクルビラ配り。おお、言えてる。早く5回言ってみて。え？ブラジル人のミラクルビラクル。無理。難しいよもう。え、ちょっとじゃあ内田さんの聞きたいですよ。え、いきますよ。ちょっと待って。はい、ちょっと集中しよう。いきます。はい。ブラジル人のミラクルビラ配り。ブラジル人のミラクルビラ配り。ブラジル人のミラクルビラ配り。うわ、すごい。いけた。アナウンサー。アナウンサーやこれ。よかった。すごい。声もいいし。ね、すごい。いや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 。めっちゃ通りますよね。いや、イケボパターンで今の。イケボパターンなんだ。イケボパターン。イケボではあった。すごい。なんか生放送とかはもう全然緊張しなくなっちゃったんですけど、私もテレビの仕事の全然なんか久しぶりにこんな緊張しましたね今日。緊張するときどうするんですか、内田さんは。あー、緊張するってずっと言ってます。なんかでも言った方がいいみたいなのなんかで聞いたことがあって。あ、けどそれはありますね。ゲームとかでも多分大会とかだったら喋った方が緊張和らぐんで、とりあえず喋りまくってエイムを落ち着かせるっていうやつは本当にあります。そう、なんか心理学的にあるらしいですよやっぱり。けどなんかあれですよね、大会もう毎回パターンによって変わってくるのも大変ですよね。本当に正解がないんで。そっか、ルールとかもちょっとずつ違ったりしますもんね。違いますね、とかシーズンによって環境も変わったりするんで、またなんか学ぶこと変わったりとかなんで、だからもうワイワイ楽しむゲームです、このゲームは。そうです、みんな楽しむゲームです。好きになってほしいです、このゲームを今日で。難しいゲームではなく。あ、バルキリー。あ、よかった、バルキリーでいいのか。びっくりした、びっくりした。よかった。見せてやりましょう、視野を。視野さんを、視野を広め。別人になるよ、内田さんの視野は。肉削った、一回止めるわ。これ詰めよう詰めよう詰めよう。急に急にハキハキ、めっちゃハキハキになるかもしれない。内田さん、喋るよ。これ右展開して、ツナさんカバーカバーカバー。あれ、キープしてほしい。ちょっとこの位置弱いな。すごっ、ここ登れるんだ。ねえ、うん、
内田さんは周りを右くりで見てくれると100点まで、はい、でなんかまあ反応があったらそこになんか聞こえたら報告するみたいな監視カメラみたいなことしてる津田さんこっち来てよ人間監視カメラいるこれで今探してくれてるから周りこれでねめっちゃキレのある動きしてるカクカクカクって動いてるからいい俺も焼き鳥食べるわうわ脇から脇じゃないか俺らが妹してる間にほらちゃんと探してくれてるんだよ内田さんは津田さんそんなシャドーボクシングあれピンク色のワルって誰やっけピンク青はチキさんあ、うんけどわかんないツナちゃんの歌ってみた動画を今日聞いてたんですよどれですかちなみにえ、全部恥ずかしい全部でもやっぱ最初に上げてた、うん、あの夜遊びの夢をなぞってはいはい、はい、かなりねグッときましたー本当に、うん、私はしかもイラストも描いてるんですよね自分でああそうですねyo a s o のやつじゃなくてボカロの曲のそうそうそう、うん、それロミオとシンデレラ、うん、自分で描いてますいやめっちゃうまいすごいハンドチェックと思っていやいやいや私4月から VTuber さんの音楽を紹介するラジオを担当することになったんで、オリジナル曲じゃないと著作権的に流せないらしいんですけど、ぜひオリ曲出したら紹介させていただきたい。なんかまだ収録始まってないんですけど、はいはい、ホロライブの星町水星さんと一緒にやる番組で、そうなんですよ。NHK ラジオで4月から始まるんですけど、それを多分スタッフさんとかも VTuber 好きの人とかが入ってらっしゃるんで、はいはいはい、それぞれが今この人のいいよみたいなのを多分教え合って、いいな。話すみたいな。結構星松さんも含めやっぱもう事務所とかそういうの問わずもういろんな人の曲を広めたいですね、うん、みたいな雰囲気っぽいのでつな、うん、ちゃんもオリ曲待ってますえ私のオリ曲ではないんですけど、うん、私が所属してる V スポのオリ曲はありますよ、ねはいはい、出たばかり あそうなんだそうそうそうあのみんなで歌ってるやつそうみんなで歌ってるやつが最近出ましたあなんか私聞いたことあるかもえ本当にじゃああれ紹介してもらおうかな、じゃあそれもじゃあ会議とかあったら言おうかなあやった楽しみ見ます水星さん私も好きなんでねすごいですよね歌も上手くてマジで歌うまいもうマジで普通に一人のリスナーとして、そんな褒めないでくださいよ僕のことえあれそんな声合わせてそんなハモらないであれでなんか音声トラブルそんなハモることある、音のトラブルあ音のトラブルなんか聞こえたなんか聞こえたな空耳じゃあ上位争いいけるかもしれないんで頑張りますか頑張りましょうなんかゴリラさん近くないなんかなんかここに来てるここに降下しようとする圧かけようとしてるはいこっちも圧かけますもういきなり撃ちますちょっと乱射してみよう向こうの家おら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 ちなみにゴリラさんどちら順位同じです一緒です来るかもしれんおー撃とると今これあれでこれで相手の沸点上げて冷静なプレイさせなくしてるんであしかも俺待って殺しに来てるうわ俺の真上いやめちゃけたゴリラロもう一人も40カットめちゃきてた。わあ無理だ。今火薬湧いちゃった。ギョブきた。ギョブきた。ギョブきた。絶対これギョブだ。ユリーズだ。やだー。あーゴリラさん。全部ユリーズにギョブられて。ねえ。終わった終わった。何してるんですか。二部隊。終わった。だけど俺らの楽しいエーペックス終わった終わってしまいました誰も幸せになれんかった俺言ってますよゴリラさん絶対おーもう僕らをモンポ潰したんでゲームしようあのエルスター響いた怒ってた本当に見たらゴリラさんから仕方なかったんだ勇者のために勝手にゲーム来たあのゴリラ許せん
3人目来たわ。あ、バレちゃう。え、バレてない。え、すごっ。え、手前のヒバールからやれればワンチャンになるけど。あー、すごい。いや、面白かった今回。いや、なんかこんなに真面目に大会の試合をがっつり見たこともなかったんで。全然違うっすよね、ランクと。参考になりますね。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。楽しくできました。いや、本当に、うん、あったかいチームで助かりました。楽しかった、ありがとう。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。仲良くしてください。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。内田さんがバロラント楽しいって思って、バロラントじゃないわ、エペス楽しいって思ってほしいわ。思ってくれるといいな。いや、なんか初心者でエペックスカスタムはちょっとハードル高いと思うんだよな、マジで。だから私はもうこういうカスタムとかエペックスに、なんかこの多分絶対内田さんには大変だと思うから、ただただトラウマを持たないで楽しんでほしいなって気持ちでやってた。まあ初心者結構いたけど、初心者の中でも多分内田さんは相当、なんか昔はやってたらしいんだけど、今は相当やり込んでなかったから、自分が言うにはだいぶ初心者な方って言ってた。でもちゃんとね、マジで裏で練習したりしてくれてて嬉しかったな。そう、なんか全然なんか楽しくないって思われてもね、うちらプロじゃないしさ、イベントやからさ、これって楽しんでほしいなーって。ねえ、ウルト全然うまかったよね。良きです。内田さんがさ、いろんなデッキを用意してくださって、なんかうちらのね動画を見てくれたりさ、配信見てくれたりして話しかけてくれて、すごく嬉しかった。素敵だなって。また遊べたらいいな。